アメリカの心臓外科医が3分間の質問に答えるコーナーナをやっています、えー、続いては、えー、コロナウイルスのアメリカの現状アメリカでの現状を教えてください。 えとなかなかタイムリーな、えー、質問が来てますけれども、えーとまあ、僕の勤めてる、えー、病院では今現在、えー、人ぐらいいいの、えー、コロナウイルス陽性患者さんが入院しているみたいです毎日、えー、メールでですね病院のアップデートみたいなのが、えー、送られてくるので情報が分かるんですけれども大体3月の後半ぐらいからですね、えー、ちょこちょこっと入院患者さんが出てきてそこから まあ、ボカーンとこう数が増えてですね、えー、現在の17080人ぐらいに 2, 2週間前ぐらいですかね到達してそこから、まあえー、まあ比較的プラト1780人をずっと行ったり来たりしているような状況ですね。でまああのー、心臓外科の手術っていうのはもう予定のものはほとんども、えー、全くやってないですね。基本的には緊急 もうしあのすぐに手術が必要だっていう患者さんの手術かあとはまあ移植手術心臓の移植手術ですね、まあ、これも、えー、心臓がまあ弱ってて新しい心臓が必要な人っていうのがいるのでその人の、えー、移植手術っていうのはまあやったりはしてますね、えー、ただ、まあ、移植手術にしてもですねもちろん心臓を別の病院からですね新しい心臓を持ってこなくちゃいけないんですけれども、えー、別の病院に行くっていうことはそれだけでですね感染の,、まあ、あの拡大っていう、まあ、危険性があります し向こうの病院もですね、えー、人をよこすなってていわゆる自分たちで心臓を取って心臓だけ送るから、えー、それでいいかっていう結構例外的なことも起こったりはしてますね。でまあ,あの心臓の手術が減った分ですね心臓外科は何かしてるかっていうと、まあ、基本的にはですねなん、まあ、あのすることが、えー、少なくなってきてるっていう感じですね。まあ、唯一やることとしたら、えーまあ、コロナウイルスのの肺肺炎でですね、まあ、非常に肺の状態が悪くなってしまって でえー、もう人工呼吸器だけではですね、えーえー、保てなくなってしまったような重症の患者さんに対してエクモっていうですねいわゆるまああのーまあ、人工心肺のようなものをですね、えー、機械で血液に酸素を入れてそれを人間の体に戻すっていうようなエクモっていう装置を、えー、まあ 人の体につなげる、えー、処置をするのは、まあ、心臓外科医が、えー、この病院ではやっているので、えー、今現在ですね、えー、まあ、えー、今までに十数人ぐらいですねそのエクモが必要になった人がいるので、えーまあ、その人たちに、まあ、そういう処置をするっていうようなことをやってましたねはいえー、チャンネル登録をお願いしますはい